率いる司令塔はなんと女の子。しかしゴールキープは頑張りますよ。さあどうだ、きますよ、シュート、はい、左足からの華麗なピンポイントパス、未来のなでしこを発見です。自分で点を決めて勝ちたいです。このチームのキャプテンはなんと女の子、谷川桃子ちゃんです。この華麗なドリブル、そして一気にチャンスを生み出す前線へのパス、中盤でゲームを組み立てる司令塔、強烈なシュートでゴールも狙います。北川さんも以前から注目する存在でした。普段からサッカー中心の毎日を送っている桃子ちゃん、男子の中で圧倒的な存在感を見せます。そんな練習場である人を発見。柳崎さんだよ。あれ、シーボーさん、聞いて、モモちゃんのこと知ってますかって聞いて、モモちゃん知ってる。お子さんの練習を見に来ていたグランパスの楢崎誠剛選手、モモコちゃんの印象を聞いてみました。一番目立ってて感覚的に多分どこにいればいいかっていう、なんかそういう頭の良さもあったりとか、この先どうなっていくのかっていうのもなんかすごい興味もある。3歳で始めたサッカー、初めは女の子のチームに所属していました。しかしさらなるレベルアップを求め、小学3年でグランパス三好へ、男子チームの中に飛び込んだのです。お風呂とか遠征とかのお風呂とかが一人だったらちょっと怖かったりするし、あとその男の子は声大きいし、そのまとめるのもちょっと最初の頃は大変だった。これまでも何度か桃子ちゃんのプレーを見たことがあるという北澤さん。はい、もう注目してましたよ。右も左もこの子使えるのね。でキックはすごく綺麗なので、常に周り見てるのよ。こいつ今のなでしこの監督の高倉に話をしてるから、こういう子がいる。331の真ん中、331の真ん中だよね。普通端っことかいくけどね、ど真ん中だ。広い視野でゲームを組み立てる司令塔、高い技術があるからこそあえてシンプルなプレーを選択することも。ダイレクトなこのパス見た、今のパス素晴らしいな。華麗なプレーだけではなく、この場面ではミレツネから飛び出して強烈なシュート、パワフルなキックを見せます。初めて持ってるったね。持ってるじゃん、すごい。みんな 100% でやろうとしすぎるんだけど、大事なんですよ、力の使い方の。こういう一方、グランパス三好の桃子ちゃん、緩急自在の司令塔ぶりに注目です。試合を常にコントロールして、なんだろう、スピード感を調整したりとかしてるんですよ。でこの辺はね、本当に大人レベルの頭脳を持ってるなってことですね。悔いのないように全力でプレーして最後まで思い切ってやりたいです。2017フジパンカップ東海大会の決勝戦、前半の20分が始まりました。前半左から右へ攻める白のユニフォームが、スミスエスパルス U12 スミス、そして右から左へ攻めます赤のユニフォームがグランパス三好です。この試合赤のグランパスが今シュートを放ちましたね。そうですね、谷川桃子ちゃんですけどもね、はい、非常にグランパスの中心選手で、彼女のそのパスによって攻撃が始まりますからね。そうですね、はい、さあそして早々にコーナーキックのチャンス、赤のユニフォームグランパス三好、中央ヘッドでクリアします。しかしボールキープはグランパス、行けますよ。さあどうだ、来ますよ、シュート、はい、立ち上がり早々1分で赤のユニフォームグランパスが先制のゴール。序盤から試合が動きました。
セカンドボールの反応が良かったですよね、はい、そしてブロックサイドの展開、そしてももちゃん、はい、なんかよく見てますよね。5番の堀田春樹が先制ゴールを決めました。落ち着いてましたよね。このインサイドパスの谷川さんも素晴らしいパスですよね。堀田君のポジションもありますけどもね、はい、非常にこう展開が良かったですよね。どうしても横に何回か振られるとついていけないですからね。このゴール大きかったですね。ニアサイド、これはキーパーの正面、いいボール入りますよ。伊藤君がね、収まるといいんですよね。グランパスはね、これがカウンターに行きたいところなんですけども、逆サイド見えてますよね。素晴らしいパスです。最後になりますね。2番の野川に繋いだパスだったんですけどもね。いやもう本当に左サイドしか見てないのが右もどこかで見たわけですよね、はいはいはい、ですからグラウンド全部見れてるってことになりますよね。非常に頭のいい選手ですよね。谷川さんこうゆっくりやってますよね。ちょっとこう切り替えてっていうところがあると思いますね。なるほど。16番の小田雄生、小田君のキックもいいですからね。左足のキックはニアサイド、こぼれる。さあ正面から桃子、谷川桃子がシュートに行きました。しかしジャストミートはできませんでした。やっぱ何よりもいいのはやっぱそこに入れてるってことですよね、はい、非常にどこにボールがこぼれてくるのかっていうポジショニングですよね。これがグランパス2本目のシュートです。グランパス三好、これはボールですね。来た、ボール前、桃子、いや谷川選手大活躍ですね。いやいや本当にいいポジション取ってるんですよ。この辺やっぱクレバーですよね。いい選手ですよね。グランパス三好の司令塔、攻撃の起点になります。その谷川が自らフリーキック、壁を越えてどうだ、クロスバーの上狙いに行きましたね。来ましたね。さあそしてグランパス前の壁が2枚、注目ですね。これさあどこへ蹴るんでしょう。直接行きますか。壁に当たった、この後こぼれたボールを追いついたのはグランパス、ね、さんね。このつなぎも正確で、トラップも正確で、逆サイド、さあ来て、来て、さあシルパスが通って、オフサイド、オフサイド、あーこれ惜しくもオフサイドです。いや僕だったら流しちゃいますけどもね。いいプレーですからね。まあそんなことは言えないですけどもね。前半20分を経過しました。この選手たち11歳から12歳なんですけれども、2026年のワールドカップでは20歳か21歳、中心選手ですよね。オリンピックでは22歳23歳ということになります、ね、このことですの年代ではね、ワールドカップで優勝を目指せるぐらいですかね、チャンスですね。アディショナルタイムも1分を切りました。もう切ってますね。けども前から行った方がいいですよね、はい、これ行った方がいいですね。うまいですね。さあ3対3になるぞ。これはチャンス、右サイドを使いました、はい、7番の鈴木湊斗、ラインいっぱいのところ、いやー、鈴木の選手全員逆取られたと思いますけどもね。さあここで長いホイッスル、試合終了。2017フジパンカップ東海大会は赤のユニフォームのグランパス三好が2対0で清水エスパルス U12 清水を下しました。どういう選手になりたいですか。